はい、まず1軒目の洋食屋さんは京都の地下鉄丸太町駅にある太田屋さんです。で、懐かしい商品サンプルでお出迎え、ファミリー食堂を思い出します。で、平日はサラリーマンのランチスポットです。で、料金は先払い制、店内はめっちゃ広いです。で、おすすめの席はお庭が見えるこちらの席で、早速到着しました。エビフライ&ビーフチューセット A ランチです。で、お値段は2,000円。衝撃を受けた理由はエビフライの大きさです。すごく大きいし、身もしっかり詰まっていて、もうほんとプリプリです。で、ビーフシチューは濃厚でたまらないです。ビーフも大きくて、お口に入れた瞬間柔らかくってとろけそうでした。で、衝撃を受けたたまランチに認定です。2軒目の洋食屋さんは京都の桂に本店がある徳良さんです。京都でハンバーグなら徳良さんですよね。とにかくハンバーグメニューが充実しています。個人的にはパンとコーンスープが選べるというところも好きです。早速到着しました。オリジナルハンバーグ180g で803円です。で、衝撃を受けた理由は肉汁が止まらないハンバーグ。こちらのハンバーグはとっても有名ですよね。お箸を入れた瞬間止まらない肉汁、とっても美味しい。で、ソースも絶品です。で、こんな人気店なのに料理の提供スピードも速くって、接客も素敵です。で、最近購入したグルメ雑誌の広告ページに徳良さんが掲載されていて、また食べたくなりました。1軒目の洋食屋さんは京都の岡崎にあるグリル小宝さんです。京都でオムライスならグリル小宝さんが有名ですね。百名店にも選ばれている有名な洋食屋さんです。行列に並ぶ価値があります。で、早速到着しました。オムライス中サイズです。お値段は1100円です。で、衝撃を受けた理由が中サイズなのにオムライスのサイズが 700g という大変大きなサイズです。で、ケチャップライスの中にビーフも入っています。大変濃厚なお味でした。で、ソースはデミグラスソース。私、デミグラスソースが大好きなので本当にたまらなかったです。で、最後まで本当に飽きさせない絶品のオムライスでした。で、衝撃を受けたたまランチに認定します。4軒目の洋食屋さんは京都の円町にあるいただきさんです。知る人ぞ知る美味しい洋食店です。で、私がおすすめした人、みんな美味しいと言ってました。で、友達とご飯行くときによく利用している洋食店です。
洋食好きな人はぜひとも行ってほしいです。で、早速到着しました。ハンバーグランチです。お値段が1500円です。で、私が衝撃を受けた理由が、もうテーブルからはみ出るぐらい種類豊富な小鉢の数々で、あとデミグラスソースがたまらないハンバーグで、ハンバーグが大好きな研究員様が実際いただきに行かれまして、美味しかったって褒めてくださったので、本当自信を持っておすすめできる洋食店です。でもこのハンバーグ本当皆さん食べてみてほしいんですよ。もう本当美味しいんです。で、私が今すぐ行きたい洋食店の一つですね。最後にご紹介の洋食屋さんは、地下鉄丸太町駅にあるグリルデミさんです。先日テレビで放送されていたマツコの知らない世界という番組があるんですけれども、そちらで特集されていた洋食屋さんです。で、京都グルメがテーマでした。で、テレビで京都が注目されるというのはとっても嬉しいですね。で、マツコの知らない世界ではグリルデミさんのナポリタンが紹介されていました。今後美味しいナポリタンの動画もちょっと作ってみたいなと思いました。で、早速到着です。で、私のおすすめはやっぱり看板メニューのタンシチューハンバーグです。お値段は1550円です。で、衝撃を受けた理由が、タンシチューがとにかく熱々でびっくりしました。もう舌がやけどしちゃいそうです。で、グリルデミさんはハンバーグがとっても美味しいです。ハンバーグ好きにはスペシャルたまランチです。